このポーチ人気です。作り方ね、シンプルでシルエットが可愛いの。ふわふわもしてます。こちらの雑誌に掲載していただきました。掲載していただいたレシピ、ちょっと横長にアレンジしてみます。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？今日はこちらの布でペンケースみたいに使えたり、通帳も入ったりするポーチ作ります。ポイントは、まあキルト芯使うことぐらいかな。キルト芯は貼れるタイプのものを使いますよ。裏面のり付きです。お好きなものお使いいただいていいんですが、私はね、こちらこのね、ハードタイプ気に入ってます。こちらの本でも、まあ、ちゃっかり使っちゃってますね。このね、パソコンケースはキルト芯使ってるんですよ。アイロンで貼れるタイプのキルト芯おすすめではあります。材料はこちら、どうやって説明しようかな。あの、本体表裏でキルト芯で、ポケット部分っていうか袋口部分っていうかの部分。今回ね、裏布も表布も同じ柄なんですね。まあこっちが表布って感じかな。で、上3種類同じ大きさ、下3種類同じ大きさです。蓋付きポーチなのでボタン必要なんですけど、2箇所こうつけてもいいし、真ん中に1箇所でもいいと思います。どっちでもいいです。本体の布同サイズになります。サイズは 22cm×22cm、 22cm×22cm です。で、こちらの布と、表布に貼るキルト芯も同サイズになりますね。準備しやすいでしょ。全部同じサイズです。ポーチの前側っていうのかな。サイズは 12cm×22cm、 12cm×22cm です。表布に貼るキルト芯もこちらもね、同じサイズだから3枚とも全部同じサイズです。いらないといえばいりません。サイズは 6cm×22cm、 6cm×22cm です。裏に接着芯貼ってもいいし、貼らなくてもいいです。どちらでもいいです。まずね、表に出る方の布にキルト芯アイロンで貼っていきます。お使いになるキルト芯の貼り方、パッケージに書いてあると思うので、それに従って貼ってください。で、せっかくキルト芯貼ってるから、真ん中と、まあ、サイド5センチ間隔でちょっとね、キルティングしておきます。ちょっとわかるかな、まあ画面だとわかんないですね。次はね、本体の前側の部分なんですけど、縫い代1センチで縫うとこは撮影できてなかったです。角カットしたら形整えます。裏布が表布から見えないように形を、まあ、アイロンでね、ギュギュッと整えちゃえばなんとかなります。で、ポーチ口になるところね、袋のここ袋口になるところを縫い押さえてもいいんですが、今回は縫い押さえないでふんわり感大事にしていきます。で、組み立てていきますが、蓋の柄のね、向きがある場合ちょっとこう注意してください。蓋の部分が前側に来た時に柄のね、位置が合うようにしてくださいね。中表に重ねます。裏布のね、向きもこうちょっとね、考えてください。蓋はこのね、位置に柄が正しくなるように、裏布を開けた時にこう柄の向きが合ってる方がいいかと思います。柄に向きがない方がね、作りやすいかも。で、重ねるときはここがね、平行になるようにしてくださいね。で、忘れてたんですけど、こちら持ち手みたいなね、つけるときは袋の端から 1.5 センチぐらいのときに仮縫いしちゃってね、こう重ねるといいかもしれません。またカーブする場合はこのタイミングでカーブを描きます。縫い代を1センチで縫っていくので、補助線を引いてカーブを描くとカーブのね、位置がずれにくいです。端口ここだとちょっと狭いかなと思うので、蓋のね、真ん中に取りました。返し口は蓋のサイドか真ん中に取って、重ね合わせたものを縫い代1センチで縫っていきますよ。カーブの部分は押さえを上げつつ、布の向きを変えつつ縫ってくださいね。
カーブ部分が綺麗に出るようにこうねジグザグで切り込みを入れていきます。布の重なっているところは強度が損なわれないように切っちゃっていいです。表に関したらねこうギュッギュッと引っ張って形をね整えてください。布引っ張ったりするとね割とね形綺麗に整えられます。カーブ部分は指でもいいんですがカーブヘラがねあると結構ね便利だとは思います。この形を整える作業を丁寧にすると多少縫いがねこうずれたとしてもなんとかなったりするものです。アイロンでもね補正していきます。割とねこう引っ張ったりとかしてカーブも揃うようにするとなんとかなります。返し口のところも綺麗にアイロンかけて返し口縫い閉じてもらってもいいんですし、私は今回アイロンで接着できる両面接着シートを使って留めちゃいました。袋口のねここ今からこう縫ってもいいし蓋のところもこう縫い押さえてもいいですよ。縫い押さえたら返し口ね閉じることないですもんね。ボタン付けなんですがちょっとね蓋にゆとりを持たせた方がいいかなと思います。ボタンの節約で真ん中1個にしちゃおうと。2個付けるのもね可愛いんですけどね、開け閉めするときに2個ねボタンパチンパチンってするのもちょっと面倒かなと思ってボタン1つにしました。できました、完成です。すごい早くできてすごい可愛い。これもっと長くしてもよかったかなと思いつつ、どうだろう、いなくても可愛いけどあるとアクセントになりますね。すごい簡単なので量産したくなります。ボタン2個が良かったかななんてねやっぱり思っちゃったりもしてるんですけど、でもまあねどうしよう、ペンケースとしてもいいですね。割とねこうスマホも入ったりします。あ、すごい可愛い。で柄に向きがあると裏側はちょっとこうね柄の向きが逆になっちゃうんですけど気にはならないかな。真ん中に縫ったキルトのね線とボタンの位置がちょっとずれてるのはまあご愛嬌。ストラップ付きいいですね。ぜひ作ってみてください。ちゃっかりハンドメイドではなくってマイカハンドメイドもよろしくお願いします。こちらのちゃっかりが新刊です。最後までご視聴いただきありがとうございます。 X、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあねー。